ロクタです。今日はウォーレン・バフェットさんについて書きます。俺が気になって参考用にしようと思った点ですので、あなたにぴったりと合致するかどうかは謎ですが、よかったら読み進めてみてください。自伝を書かないと公言してきたバフェット氏が、ただ一人信頼した女性に電気執筆を許しました。彼女の名前はアリス・シュローダー。大手監査法人で会計監査人としてキャリアをスタートし、ファズビーへ移動し、保険業界に対する最も重要な会計基準策定に関与しました。その後、ウォール街の金融機関各社で15年間にわたり株式調査に携わり、モルガン・スタンレーにマネジングディレクターとして入社し、2001年と2002年に雑誌のナンバーワンアナリストに選ばれました。そして今回の主役ウォーレン・バフェットさんは、世界で最も有名な投資会社バークシャー・ハザウェイの会長兼 CEO にして、世界で最も尊敬される大投資家です。謙虚は相手の心を捉える。バフェットさんはアリスさんにこう言いました。私と話すと誰かの話が食い違っているときには、かっこ悪い方の話を使ってくれ。バフェットさんの人間性が現れていますね。どうでしょう、あなたはこういう発言ってできますか？俺がこう言ったけど、あいつはこう言った。話が食い違ったときはかっこ悪い方を採用してくれ。言えませんよね。例えばこの時はどうしますか？ Facebook のアイコンの写真を撮影したとします。一枚は奇跡的に美形に写っている写真、もう一枚はブレている上ブサイクに見える写真。あなたは後者のブサイクな写真を選択しますか？きっとしないことでしょう。内なるスコアカード。人がどう振る舞うかを大きく左右するのは、内なるスコアカードがあるか、それとも外のスコアカードがあるかということなんです。内なるスコアカードで納得がいけば、それが拠り所になる。世界一素晴らしい恋人なのに、みんなには世界一ひどい恋人と思われる方がいいか。世界一ひどい恋人なのに、みんなには世界一素晴らしい恋人と思われる方がいいか。本当は自分にとってとても素晴らしい恋人なのに、周りの人がひどい評価をするから、自分もその恋人をひどいと思ってしまう。これは外的評価といって、自分自身の中に核になる評価基準を持っていないため、人の目を気にして人の評価に重きを置いてしまうことなんです。
反対に周りの人からは素晴らしい恋人と思われていても、自分の中ではひどい恋人だと思っている。これは内的評価といって、自分自身の中に核になる評価基準を持っていて、他人の評価を気にしないからなんです。あなたらはどちらのタイプでしょうか。そしてあなたは人の目を気にする外的評価なのか、自分の意見を大切にする内的評価なのか、ちょっと考えてみてください。バフェットが内なるスコアカードを持つようになったのは、彼の父親の影響が大きい。なぜなら、子供は親の姿を見て育つから。人にどう思われるかを気にしない。人生をどう生きるかを学んだのであったのでした。自分自身が信じる道をただひたすら貫いていく。そのためには内なるスコアボードが必要です。そして子供を育てるときに親が内なるスコアボードを持っていることが重要になります。参考にできる教え、考え。取引は几帳面にすること。反りが合わない相手とは、なるべく取引をしない。信用をお金よりも大事にすること。商売をするときはほどほどの儲けで満足し、早く金持ちになろうとしてはいけない。死ぬまで健康第一でいること。使う金は入る金よりも少なく、借金を作らない。参考文献、スノーボール、ウォーレン・バフェット伝、アリス・シュローダー著。